はい、次ドライバーフィッティングします。電動タイプ的にはさっきちょっとしないかに言ってたクラブなんですけど、うん、長いクラブがあんまり相性が良くないですね、うん、そうだからどこかでこう普段短く今もお持ちみたいなんですけど、うん、そうなんですよね。ほらつきがちょっと大きいですね。左右の上下の多少どっちも出やすいですね。ピン量もですね、抑えられてはいるんですけれども、うん、その中でもちょっとこうばらつきが多いので、当たった時のロフトがですね、14度で当ててしまう時もあれば20度で当ててしまう時もあったりとか、少しこのロフトのところが不安定なんですね。でこれってスイングではなくって、多少シャフトのしなり戻る動きがですね、不安定な場合にも起こりやすかったりするので、少しこの辺の安定させてあげた方が、うんうん、より高さも整ってくると思いますので、うん、おお重い、おお右、そうなんですけど、一番やっぱり方向性は非常に安定しやすいっていうのが一番の特徴ですね。すごい同じところに行ってます。ちょっと一回データ見ましょうか。細かいと言いながらもですね、うん、ヘッドスピードは決して落ちてないんですよ。だいたい同じぐらいで、逆にですねヘッドがちょっと重たく感じるので、うん、ボールに加わるエネルギーが大きくなって初速が出てるんですね、うん、なのでキャリーは出やすくなってるんですけど、うん、ちょっとスピンが増えてしまっているので、うん、今度ロフトとヘッドの重たさをちょっと一回調整しましょうか、うん、なるほど。今度はですね、はい、LX といってですね、さっきのに比べて少し軽量モデルのヘッドになる。ちょっとこのビスのデザインとかも違うんですけども、へー、本当だ。シャフトは一緒、いや、5S、5S でヘッドは軽いので、うん、全部が軽くなってしまうと暴れてしまう可能性があるので、うん、1個重たくします。ダイヤモンドスピーダー、はい、低め、低めですね。固めですね。ちょっと変えましょうか。重たい、重たく感じました。硬いのかな、さっきの方が振りやすい。振りやすい、うん、ありがとうございます。さっきの比べてこっちの方がヘッドが大きいので、うん、やっぱり、うん、こう、うん、風を感じます ね、 そうですね、はい、なのでちょっとこう操作しにくかったり、うん、本当は大きい方がさっき同様安定感あるんですけど、うん、ちょっと小ぶりの方がやっぱり相性はなんか動く感じします。そうですね。次はヘッドをちっちゃいのに戻して、はい、ここはアッタスクールの、アッタスクール、はい、の 4R ですね。打っていただいたのが45インチぐらいなんですね、うん、はいはい、ちょっと短いんですけれども、で今ヘッドスピードがほとんど変わっていないんですよ、うん、本当だ。そうすると長い方が一般的にやっぱりヘッドスピードが出て距離が出やすいっていうのがあれなんですけれども、うんうん、あまりその長さの恩恵をちょっと受け入れていないのかな、うんうん、そうすると長さを長くするメリットがむしろなくって、うん、球が暴れやすいっていうデメリットだけが残ってしまう可能性が、うん、右に行くっていうミスがなくなって、まっすぐからちょっと左に行きやすい、アイアンと同じような傾向になってきているのかなと。スライディのシャフトに2個、3個、4個、いろいろネジも変えながら調整してもらってます。あ、いいかも。今はですね、シャフトを短く
したので、はい、シャフトが軽くなってしまう、重さが軽くなってしまうと、うん、ちょっとさっき暴れていたんですね、うんうんうん、なので1個重たく 50g 台のシャフトにして、うん、でもシャフト自体はそんなに動かないような。次は2つ ID のこれは何ですか、 MG5R1 って書いてある。ヘッドも一緒ですか。あ、ヘッド、ロフト変えました。ちょっと重めに感じます。光でまっすぐ。使いのクラブとの比較ですね、はい、まず初速がやはりかなり本当だ向上してきているのと、落ちてくる角度はですね同じぐらいなんですけれども、ちょっと打ち出しを低くしているので、うんうんうん、こう中弾度の強い球に、うんうんうん、スピン量は2000ぐらい、お互い2000台に入っているので、はい、あまり問題ないですね、はい、ミスした時のこう幅がそんなにブレないっていうところが一番大事になってきますね、うん、高さが全部一定してるんです ね、 本当ですね。すごいです。ちゃんとフィッティングしてもらうと自分に合ったクラブとシャフトを見つけられるなって思いますね。はあ、以上でフィッティングを終わりで、これでも今回はアイアンとドライバーだけでしたけど、他にもウッドとか、はい、ドライバーと、ね、はい、も飛距離から計算して、そうですね、これがいいよあれがいいよってやってくださるとですね、はい。はい、今日はアイアンとドライバーだけでやらせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい、はい、すごい、ってくるくる回しても動く、反っている部分がこれが約 5.6 センチ逆にしなっているよっていうふうに見ています。すごい、プロと同じスイングかどうかとか見れるんです。いますか、こういうスイングするプロゴルファーは。